1913年のワールドシリーズは、1913年10月7日から10月11日まで行われたメジャーリーグのワールドシリーズである。第10回のワールドシリーズ。前々年の覇者アメリカンリーグは、フィラデルフィアアスレチックスとナショナルリーグは3年連続出場のニューヨークジャイアンツとの対戦となった。結果は4勝1敗で、 フィラデルフィア・アスレチックスが2年ぶり3回目の優勝。表中の R は得点、H は安打、E は切削を示す。日付は現地時間。勝ち、チーフ・ベンダー杯、ルーブ・マーカード本塁打、フォー・フランク・ベーカー NY ・ NYG、なし観客動員数36,291人、マサル、クリスティマ・シューソン杯、エディ・プランク本塁打、NYG ・フレッド・マークルフォー。 なし観客動員数2563人、マサル、ジョーブッシュイ、ジェフ・テスロー本類だ、ホ、なし NYG、なし観客動員数36896人、マサル、チーフ・ベンダーイ、アルデマリー本類だ、NYG、なしホ、なし観客動員数2568人、マサル、エディ・ブランクイ、クリスティマ・シューソン本類だ、ホ、なし NYG、 なし観客動員数36,682人。ありがとうございます。